はい、今回はですね、中国のアリエキスプレスから買った、時計ですねの紹介をしていきたいと思います。以前ねちょっと別動画でスクメイというところのデジタル時計ですね、これなんですけど、これの開封動画を出したと思うんですが、同じスクメイのところの時計ですね。はい、こういう感じで。時間とかは、全く合ってないんで、めちゃくちゃなあれなんで、自分で合わさないとダメですけど、はい、スクメイのデジタル時計ということですね。で、以前ね、買ったこちらの方ですね。こちらの方は、型式が1216と、言ってですね、性能的に特徴としてはコンパスが入ってるんですね。方位磁石が入ってるんですが、今回買ったこちらの方にはそういうものは全くないです。スクメイのこの系のデジタル時計にある機能としては、普通のデジタル時計、ストップウォッチとかタイマー程度は入ってるというシンプルなものもあれば、先ほど申し上げたような、方位磁石ですね。コンパスが入ってるものもありますし、あと、万歩計ですね。こう振動を検知してカウントしていくというようなものもあるんですが、これは、最もシンプルなものになるというか、ストップウォッチとか、タイマーとかそういうものは入ってますが、コンパスとか、万歩計は入ってないというモデルですね。はい。で、型式がですね、これ1268と1267という、2つがあるんですけど、その違いは何かというと、大きさがちょっと違うんですね。1268が大きくて、1267が、一回り小さいんですが、小さいとは言っても、おそらくですね、この実際映ってるこの液晶の部分、この薄い灰色の部分ですね。薄い灰色の部分の大きさは一緒で、そこから外側ですね。このおそらく黒い枠の部分ありますね。二つありますけど、液晶の外側の黒枠があって、で、その外にもう一つ黒枠があって、その外に、これ金属なんですけど、そういう構造になってるんですけど、液晶の部分は一緒で、液晶から外側の部分の厚みがちょっと厚いということで、大きくしてあると思うんですね。で、全体として小さい方が、1267。で、これは、ちょっと大きめの1268なんですけど、先ほど申し上げたように実際の液晶の部分は一緒だと思われるので、こうパッと腕につけた時計を見た時の、文字の大きさも当然一緒になりますから、視認性としては変わらないと思います。で、1267も1268も、値段はね、販売店によるんですけど、スクメイのね、公式の、販売店、アリエキスプレス上のですね、そこでは一緒です。ですから、商品を注文するときに1267も1268も一緒なので、本体カラーが何色かあるんですね。その色を選ぶところで、スモール、S か L かを選ぶというような形になってます。値段一緒なんで、別にどちらを選んでも、好みに合わせて選べばいいんですが、必ずしもね、その S サイズが女性用というわけではないです。もともとこのスクメイの時計というのは、この分厚さがね、結構あって、結構大きいんですけど、だから S でもそれなりの大きさはありますから、男性が S を選んでも何の問題もないと思います。
で、まあ実際ちょっと今私が使ってるこっちですね。まあ1216なんですけど、まあこれが1216はこのサイズしかないです。で、隣の、これ1268ですね。まあこれは1267もあって、そっちはちょっとちっちゃいということになるんですけど、まあこれ並べてみるとですね、まあ一緒ですね。まあ厳密に測ったわけではないですけど、まあこうやって重ね合わせても、まあほぼ一緒なので、まあこれは大サイズになりますけど、まあこっちを持ってる人にすればまあ大きさが一緒なので、まあちょっと具合はいいんじゃないかなと思います。まあ実際これつけてるとやっぱりちょっと大きい感じがあるんでね、まあこの液晶の外側の部分がまあちょっと無駄に広いと感じる人はまあ、こちらではなくて、1268ではなくて、1267を選んでも問題ないかなと思います。内側は一緒ですからね。はい。で、そうですね。まあ、購入価格をちょっと申し上げるとですね、このスクメイの1268ですね。私が買った時は、送料込みで971円でした。スクメイのオフィシャルサイト、オフィシャルショップでは、まあ、普段はですね、1300円前後で売られてるはずなんですけど、たまたま、アリエキスプレスのですね、タイムセールですね、フラッシュ取引ですね、フラッシュ取引にたまたまあって、まあ、その時に971円でなってたので、まあ、買ったということですね。まあ、別に時計ね、まあ、こちらがありますし、それに、まあ、スマートフォンがね、あるので、まあ、別にその手につけなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとね、風呂場にですね、ちょっと時計がないんで、まあ、これ、簡単な防水仕様ではあるんで、まあ、これをちょっと風呂場のどっかに突っとこうかなというような考えではありますね。はい。で、まあ、説明書が入ってます。これね、1213になってるんですけど、ここですね、1213になってるんですけど、まあ、このモデルは1268ですね。で、まあ、外装がですね、これ、金属になってるんですが、これがプラスチックのもあるんですよ。で、まあ、中身が一緒というので、まあ、おそらくね、そのプラスチックのやつが1213なんじゃないかなと思うんで、まあ、極力、まあ、風呂場に釣る用途とかで安いのを買うんであれば、ここが金属じゃない方が、数百円安いんで、まあ、それでも問題ないと思います。ここが金属かどうかの違いだけなので、だからマニュアルも共用で入れてあるのかな。はい。で、まあ、ちょっと見ると、まあ、英語のマニュアルと、まあ、一枚物、まあ、こう伸びますけど、一枚物のマニュアルがザーッと入ってて、今、こっちが英語ですね。イングリッシュマニュアル。裏が中国語ですね。簡体中文で書いてありますが、こっちも1213になってますね。はい。まあ、使い方は簡単なんで、まあ、日本語はないですけど、まあ、特に問題ないと思います。まあ、モードがここですね。B キー、左下でモードで、で、まあ、リセットが、ここですね。C ボタン。で、変わってるところがですね、これ、ライトボタンですね。まあ、これ、光るんですけど、これがですね、2つあるんですね。この、A キーと E キーというので、2箇所ライトボタンがあるということです。まあ、おそらくね、これ、側、ケースを使い回ししてるからと思うんですけど、こっちのね、1216の場合は、コンパスが入ってるんで、ここがコンパスボタンなんですね。ここが。で、ライトはこっちだけなんですけど、こっちはそのコンパスとか、そういうマンポケとか特殊機能がないので、まあ、要はここのボタンの意味がないんですね。まあ、となると、ここを削って何もなしにすればいいんですが、おそらくこのケースをね、他のモデルと共用するためだと思うんですけど、ここにもボタンがあるんですよ。なので、まあ、かといって押して何もないのは意味がないので、まあライトにしたんかなと思うんですけど、だからこっちとこっち2つライトなんで、まあちょっと逆に紛らわしいかもしれないですね。はい。で、まあモードを順番に切り替えていくとどうなるかというと、まあ、標準があっ
て、で、まあ、あと、ここがリアルタイムが今かな。まあ、この状態ですね。画面の上の方に、まあ、これ火曜日になってますけど、まあ、これ、購入して送られた時には時刻合わせされてないんで、まあ、今日火曜日じゃないですけど、まあ、火曜日になってますね。で、まあ、時間があって、秒。で、下にまあ3月14日になってますけど、まあ今2月ですから、まあこれもちょっと合ってないという形になりますから、まあ自分で合わせてください。はい。で、まあ秒はそのまま動いてますけど、この秒の上にですね、まあブロックみたいな絵が描いてあるんですね。で、これアリエキスプレスのまあ当然サイトでもこういうブロックがついてるんですけど、これがどういう法則で動いてるのかちょっとわかりません。なんか音符みたいな絵になることもあるんですけど、まあ、一粒ずつ増えていってるわけでもないですしね、これ。これ、全く謎ですね。これ、この動きは。今音符になりましたね。まあ、これ別になくてもいいと思うんですけど、なんかこれがあることによって何かこうメリットがあるのかどうかちょっとわかりません。逆に目障りかもしれませんけど。はい。で、これが標準状態で、まあ、モードこの左下を押すとですね。はい。で、ここでアラームですね。指定時間になるとピピピとなりますから、まあ、目覚まし用途ですかね。で、もう一回押すと、はい、ストップウォッチですね。ここのキー、右上を押すと開始ですね。はい。で、こういう形で動いていって、止める。で、クリアは、ここは光っちゃいますから、こっちです。はい、ここでリセット。もう一回やります。スタート、ストップ。ここではなくて、リセット。はい、こういう感じですね。で、ストップウォッチ。で、それから DT ってありますけど、これデュアルタイムですね。まあ、標準の時刻ともう一つ設定ができるということなんですが、こっちのですね、このモデル。これはワールドタイムといって、各都市を設定すると自動的に時差が設定されて、その時間になったんですけど、こっちのね、DT はワールドタイムとはちょっと違って、まあもう一個時間が設定できるんだけども、都市名が入ってないですから、まあ自分で設定しないとダメですね。まあ例えば、イギリスのロンドンだと日本時間から、9時間前とかですね。まあそういうのを調べて設定しないとダメみたいです。でそして次行きましょうかね。これタイマーですね。増えていく方かな。減っていく方ですね。タイマーですから。まあも、24時間設定に最初なってるんで、まあこう、カウントダウンですね。していってます。だからまあ、カップラーメンだと3分とかですね。なんかスパゲッティだと、まあ6分とか、そういう設定を入れておいて使うというやつですね。に、これで押して止めて、に、リセットはこっちです。はい。で、元に戻るというので、元に戻った時のこのピッという音がちょっと違うんですね。はい。最後だけ高いんで、まあ、これで一周回ってきたな、というのがわかります。はい。まあ、だから、まあ、扱い方としてはそんな難しくないですね。はい。で、裏を見るとこういう感じで、まあ、これ斜めの線が入ってますけど、まあ、これ保護フィルムが貼ってあるということなんで、まあ、貼っててもいいですけど、剥がしてもいいです。保護フィルムは表面にも貼ってあるみたいですね。はい。で、電池がですね、ちょっとこれ見にくいと思いますけど、CR の2025です。100円ショップで売ってますけど、CR の2025を使います。で、こっちなんですけどね、1216の方ですけど、こっちね、CR の3032なんですよ。はい。なので、まあ、時計の大きさ一緒なんですが、使われてる電池が違うという点で、ちょっと注意が必要ですね。こっちが2025。こっちが2032。2032の方が太いですから、まあ、電池としてはこっちの方が長く持つんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、なんで2032を採用しなかったのか、ちょっと不思議なんですけどね。はい。まあ、どうせならね、長く持った方がいいと思うんですけど。まあ、あとはこれ、まあ、一緒ですね。こういうタグがついてるというのと。まあ、ベルトは悪くないですね。まあ、ベルトも素材一緒です。
まあ、色が何種類かあるんで、まあ、購入の時にちょっと選ばれたらいいんじゃないかなと思います。